2つのブリーチカラーを混ぜる。というわけであつんです。髪の色が黒くなって久しい私ですが、そろそろ何か変えたいなと思いつつ、普通に変えてもつまんないなと思いつつ、そこで2つのブリーチカラーを混ぜて使ったらどうなるのかっていうのを試してみたいと思います。あつん TV。 はい、準備が整いました。こっちがクールロゼっていう色です。で、こっちがアクアシルバーっていう色ですね。では髪につけていきましょう。どういうやり方がいいですかね。手に出して混ぜたらいいかな。ほいほい、ショット。久しぶり、くっさい。あ、襟足の方からつけるんだった。そんなのすっかり忘れてたわ。しゃあ、こんなもんでいいかな。じゃあ30分くらいしたら洗ってきます。はい、じゃあ結果はこちらです。はい、シルバー要素が見当たらない。これはほぼクールロゼですね。もうちょっと違う色で混ぜたら変わったのかな。そのわけでクールロゼの勝ち。中途半端かな。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow。